ご視聴ありがとうございました。
発情化率3回っていうのが安全な方法で、それでこれまで認定されています。それでこれが発情に限界的として、明るい発情体を6倍程度発生しています。通信性が発生しています。以前までの赤さ番手の発生から、発情に関心が上がっています。今日もアマルバライアスメーター日本航空ご利用くださいましてありがとうございます。